ちは。こんにちは。まあいろいろ、ね、はい、現役終わって、はい、まあいろんなこう活動をしていくわけで、まあいろんな活動したかどうか、ね、まあ、一説によるとさんまさんにはすごく感謝をしてると、はいはい、ああもちろんですよ。俺の番組は全部来いみたいな、はいはいはい、ね、そうですね、ね、もうそれはいろんな番組で、うん、でも野球界にはこう、はい、不思議と携わってないんだよね。解説はしたこと、した時期はあるし、そうなんですね、あのプロ野球ニュースというか、はい、本当にね、全く呼びかかんないというかね。なんでかね、やる気がある。いや、それは興味ありますよ。ね、例えばさ、コーチの要請が来たらどうする？やりますよ。監督の要請が来たら。ちょっと考えますよ。その監督とコーチの差は何？監督の方がハードル高いじゃないですか。いや、でも監督もやってみたいと思う。監督ですか。コーチがやりたい。いや、まあどっちでもいいですよ、ユニフォーム着れれば。やっぱ着たいと思う？いや、未だにありますよ。もう僕も25年、26年経ちましたけどね、ユニフォーム脱いでね、はい、いや、面白いと思うけどね。ただ、思いはあるんだけど、やっぱり世間ってやっぱり僕ら、要するに世間とか視聴者とかファンとか野球ファンとかを常に思いながら、うん、言動っていうのは気をつける部分があるじゃないですか、うん、未だに。あるね。でそれを考えると僕みたいにその実績もない人間がユニフォームを着るっていうことが、まあ、どれほど、まあ、自分にとってもリスクがあるかってことも分かってるし、やっぱりそのチームも含めてね、僕を呼び寄せることによっての、まあ、リスクもあるしね、うん、でやっぱりファンだとか世間ってやっぱり真剣にそのチームとかを応援してるんで、まあ、僕みたいなちょっと色物が行くと、まあ、自分ではそう思ってないでしょ、うん、やるときは真剣にやれると思ってるんだけど、うん、世間ってもう俺もほらテレビで25年間適当なことばっかり喋ってるからそう見ないでしょ多分。だからやっぱり世間はそんなに甘やかしてもらいたいとはもうこの年では思わないけど、そんなにその寛大な目で見るとは思わないので、僕は野球のユニフォームを着たからといって。でももう55になって、まあ、子供ももうちょっと大きくなってきてるし、まあ、そこであえてなんかこう渦中の栗拾うみたいな気持ちも、まあ、だんだん年を追うことによってなくなってきてますね、はっきり言うと。でもさ、俺は真剣、野球に対して真剣だなって感じたのがさ、はい、アテンオリンピックの時に、はい、2004年、うん、お父さんが倒れた時、そう、その時にやっぱ親父の代わりをしなきゃいけないって思ったでしょ、ある程度。まあ代わりは務まらないですけど、うん、でも親父が何を考えてるんだっていうのを、親父だったらこうするなっていうことを真剣に考えた時だったよね。多分親父のやっぱ当てに行けない悔しい思いとか、うん、まあ、未練たらたらっていうレベルじゃなかったので、うん、やっぱりファンに向けてのその広報管制は僕しかできないなと思いましたね、うん、それとやっぱり試合の時にさ、お父さんの3番の背番号が飾ってあって、はいはいはい、みんなタッチしていくわけじゃない、はいはい、でも、うん、だからそういう姿を見てるとさ、はい、やっぱもう側近としてやらなきゃいけないと思ったでしょ、うん、これは見てる人はどう思ってるか分かんないけど、うん、アテネに俺らは行っていて、はい、コーチやらせてもらってね、お父さんの下で、そう、小野さんとね、でファックスのやり取りだったんだよね、はい、あの時ね、毎試合ね、うん、はい、毎試合オーダーを送る、はい、いやこれこうした方がいいんじゃないかっていうのは、はい、全部やってくれてたでしょ。そうですね、あの時はまあ、3月4日に倒れて生死をさまよって、でアテネは7月ですから、まあ、3、4ヶ月で威力悔しい方はご存知だと思うんですけども、左に血栓が飛んで言語中枢やられてるんですよね、うん、まあ、あとは運動神経、まあ、右半身麻痺っていうのがあって、要するによくうまく喋れない状況だったんですけど、これはね僕もね、あ親子なんだなって唯一感じた時だったんですけど、うん、親父の言ってること誰も理解できないんですよ、うん、言語中枢やられちゃってるんで、うん、僕は全部分かったんですよ、うん、なぜか何を伝えたいかっていうのがよく分かって、うん、倒れて4月か5月くらいの時に、要するにオリンピックの話をしてるんですけども、ここだけが分かんなかったけど、何を俺に言ってんのかなっていうのは、まあ、もちろんみんな誰も全然分かんない、うん、したらトーチリレーあるじゃないですか、オリンピックの聖火リレー、うんうんうん、あれは親父が一番で
やるってもう3月とか4月のっていうか倒れる前からそれがもう、うん、もう決まってたんですね。決まってたよね。俺知らなかったんで、うん、で俺はそれに出るってことをずっと言いたかったんですよ、うん、あの俺はじゃなくて父親がね、うん、でそれを僕にずっと伝えててそこだけがちょっと最後の方まで分かんなかったんです、うん、あとはなんとなく全部分かってで、まあ、7月 の、 そのオリンピックの試合とかも含めて、まあ、バッティングオーダーだとかそういうことも含めて、うん、まあ、一緒に見てましたし、うん、まあ、正直言うとですよ豊さんたちが見たファックスに、まあ、少し脚色した部分もありますよ、うん、僕がね、うん、だって親父の言ってること全部ではなかったので、うん、ただ僕なりに解釈して方向性は合ってますけども、いや俺らはさやっぱ不安なわけ監督がいないから、うん、で中橋さんも代理監督じゃないから、うん、やっぱもうヘッドコーチとして行ってるから、そうか、で監督不在だから、そうだ、だからすごく不安だったの。なるほど。だからここで親子で喋ってることが全くわからない、理解できないわけ。なるほどね。あの電話もできないような状態だったでしょ。そうですね。だからファックスのやり取りだったから、うん、ものすごいファックスが来るまで不安だったしさ。へえ、そうだったんですか。まだファックス来ないんですかって言ったらまだ来ないって。へえ、なるほどね。うん、いやだからそのファックスが助けになったことっていうのはすごくあるわけ。それは僕今初めて聞いて、まあ、私はいやだからどんな話をしてたのかなっていうさ、試合の話です。ずっと試合終わってああだこうだって話をして、でなんとなく親父は多分こういう考えなんだろうなってことを、まあ脚色って言ったら失礼だね、うん、まあ、広げたっていう感じですね。多分だって箇条書きにしたら 2,3 行で終わっちゃいますから。そりゃそうだよ、ね、でしょ、うん、親父があんなに喋るわけないでしょ、うん、だからそこをただそうは言っても僕は要するに試合を見て親父がどういう反応してるかっていうことも見ながら、この回ではこういうことを考えてるなっていうことを喋らなくても勝手に自分の中で想像して反映させちゃったんですよ、うん、まあ、悪く言えば騙したかもわかんないんですけど、うん、まあ、ごめんなさい、そこのまでの罪の意識は僕はないです、うん、一応親父の、まあ、代弁じゃないですけども、その方向性みたいなことは反映させたかな、うん、させてもらったかなと思ってる。だからファックスが来てこれ本当に監督言ってるかなっていうようなこともあったんだよね、うん、なるほどね、うん、それはね、岩川さんごめん、俺の言葉かも。そうそうでしょ、うん、いやだからあの長瀬さんはこれは多分一茂が言ってんなっていう、でもそばにいて話をしてるんだから、うん、それは親父の言葉として監督の言葉として受け取りましょうよっていうような、もう統一ができたわ。あ、本当ですか。そうそうそう、 いやだからファックスが楽しみだったし、遅れることがあったんだもん。あ、そうですか。うん、遅いなっていうのは、それはね僕のせいですね。そうだよ、今聞いたらそうだよ。そう、なんで遅れたのかな、終わった後食事でもしてたのかな、飯食って。いや、どうしてそれで俺が印象的だったのがカナダ戦、勝てば銅メダル、はいはいはい、でも金メダル取れなかったらもう終わりだったんだよね、うん、なんかもうモチベーション的には、うんうん、でもメダルだけは監督に持って帰りたいっていうのがあって、はいはい、最後来たオーダーがもう全員使ってあげてくださいみたいな、うん、そういう優しいメッセージだったんだよね。それは絶対親父の言葉です。ああ、そう、それは俺じゃないです、絶対に。どう考えても、いや、責めてるわけじゃない。もちろんもちろん。いやだからそれは あの監督の、いや親心というかね、うん、せっかくアテネに行って全日本に選ばれて行ったその思いが詰まってるメッセージかなっていうふうには受け取ったけどさ、うん、でも喜んでなかったでしょ、銅メダルでも。いや、喜んでましたよ。本当に絶対喜んでましたよ、うん、あの時はね、なんとなく何があったんだすぐ聞けって言いましたよ。あのね、中村典がサードを守ってた時に、うんうんうん、なんかね、まあ、速い打球だったんだけどエラーしたんですよ、うんうん、彼がエラーっていうかヒットになったんですね、うん、結果は、うん、でなんかあいつ取りづらそうだったっていうわけですよ、うんうん、親父は、うん、で聞いたらなんかバッターがいてサードがいて、その延長線上のところになんか誰か立ってて、うん、それがほら白いユニフォームかなんか着てると、うんうん、ボールと重なって見づらくなったでしょ。そうそうそう、光るんだよ。光ったんでしょ。そうそうそう、っていうのがあったよっていうのをなんか後から聞いて納得したっていうのは俺覚えてる。まだあいつはあんなんでボール避けるような人間じゃないと、うん、ノリがそうそうちょっと逃げたような素振りの見えなかったよね、後逸したような当たりがあったんですよ、うん、あの時に。であれなんだすぐ聞け、うん、で
マネージャー中村だっけ、うん、に聞いた気がする。そしたら、いや一茂さん、あれはすごく光って見づらいような状況だったんで、ね、だからもうちょっとどいてくれとか、どいてくれみたいな、いろいろあったよ。やあったでしょ、もうあったあった、ああそうなんだ、やっぱりなみたいな感じで話終わったら、なんとなく一番リアルタイムで覚えてますね。でも大変だったでしょ、やっぱ、そのアテネオリンピック裏で支えるっていうことは、やっぱり先生、親父が倒れた後のなんか、まあいろいろまた変なことを画策する人が現れたんだよね。要するに親父が倒れたから多分現場で指揮は振れないだろうってことで、うん、次の監督を選ぼうとする、画策する派閥が現れて、まあ、あんまりここは深く言えないんだけど、うん、それは俺は許せないと、うん、はっきり言って、いやいや、まだ別に辞退もしてないし、うん、それはもう4月、3月の時点でそれが起きたんですよ、うんうん、早すぎるね、ちょっと早すぎると、うん、で、彼らは、まあ、反対勢力って言っちゃうか面倒くさいからまとめて、うん、は親父の状況も知らないし、今後の、ね、育成だって7月まで数ヶ月あるわけですから、分かってないのにもそんなことするみたいな、ね、うん、ことがあって、なんとかしなきゃなと思ったんですよ、うん、で俺なんとかしなきゃなと思っても、俺はなんとかできないなと、どう考えても俺普通のタレントですから、その辺の親子ではあっても、でこれ一か八かなんとかできる人が、まあ、僕の中で、まあ、当時母親も元気だったのでどうかなって、ある人に相談に行こうと思ったんですよ。そういうことを考えている人たちがこの球界内にいると、もうちょっと狭めちゃうと誰だかもう分かっちゃうんで僕は言いませんけど、球界内にいると、この人たちの考え方どうなんですかねってことを言いに行こうかと思って、母親に相談したら、あなたすぐ行ってらっしゃいみたいな、ですぐ電話して、次の日にアポ取れる人じゃないんですよ。で僕は緊張して行きました、スーツ着て、親父が倒れてもうすぐこういうそういうことを画策してる人たちがいると、僕はそんなことしたら全部ぶちまけますよとメディアで、とそしたらその人が分かったかとしてくるんですって、ちょっと待てて全部調べるからって言って、僕は当時家帰って風呂入ってたんですよ、うん、でその前に自宅の電話番号をメモしてってくれって言って、メモを置いてって、僕が自宅帰ったら風呂入って、あの女房がね、誰々さんから電話だ、え、もうかかってきたの、その日の午前中に行ったんですよ、夕方風呂入ってるわけですから、一茂君、そういうことがあったことは事実だったと、俺も知らなかったと、申し訳ないと、全部俺が止めたからもう安心してくれと、すぐ決まりました。俺はね、あれはねすごいなと思いましたね。いや、もうその人への僕は感謝っていうのはもう本当に未だに忘れないですし、まあもうこの場で言いますけども、読売の渡辺会長です。だってこの人しかそれ止めれないもん。まあそりゃそうだよね。それ3月の話でしょ、うん、そこからそうは言っても父はベッドの上、言葉も俺以外誰も分かんない、うん、じゃあどうやってアテネので、結局あの時はでっかいスポンサーもご存知のようについてるし、うん、プロ野球チームだけね、うん、で親父がそれは無理だってその早期に公表するってリスクあるんじゃないですか。いや、それは大きなリスクだよ。それはスポンサーさんとか、あとは、まあ、読売グループも含めて、まあ、野球界も含めて、僕も含めて、そこは利害関係は一致してるので、まあ、僕は別に利害は関係ないですけども、ただなんとか頑張って、やっぱり長嶋茂雄のアテネみたいなところで、僕親父行けないのはもう3月倒れてすぐ分かりましたよ、うん、行けるわけないですから、うん、どう見てもこっから3ヶ月で復帰なんかできるわけないと思ってたから、まあ状況見たらね。でもそこの期待をゼロにしちゃまずいわけですよ、まあ、だからこれはやっぱり広報完成するしかないんですよ、うん、だってゼロにすることもできないし、そうファンの人のためにも、そうゼロを発表しちゃったらいけないということもあるよね。ダメなんですよ、うん、だからそこをどうやって、まあ、悪い言葉で言うとバレずに、なんとなく長嶋茂雄の2004アテネプロ野球代表チームで行って帰ってきてもらうかっていうことまで計算して、不在ながらもやんなきゃいけないなっていうのを、うん、まあ、勝手に僕の中で考えて。大変だったね。まあ大変っていうか、そんなに大変では、僕の中ではちょっとそれが生きがいみたいな部分もあったし、
でも責任もあったでしょ、うん、責任はありましたね。ね、だっていろんな方面嘘つくからね、うん、親父の本当の元気を言えないんだから、まあ、嘘というか隠さなきゃいけない、嘘というか隠さなきゃいけないし、ね、うん、まあなんかそんなようなことをやったのも懐かしいな、ね、もうだって2004年だからもう17年前だもん。そうだよね、俺そんなことよく覚えてるんだ。だからね、濃密な時間を過ごしたんでしょうね。そうだよね、やっぱ。いや、だからあの時に野球に対しての真剣さとか、あ、そういうのをすごく感じたわけ。ああ、本当ですか、うん、いや、それ本当はユニフォーム着てる時に感じてもらいたいだけだったんだけど。いや、それは感じてたよ、感じてたけど。いや、そんなことないですよ。いや、だからそのユニフォームに魅力は感じないかとか、はい、そういう話をちょっと聞いてた。だいぶ変なところへ派生しちゃいましたね。いや、まあね、ちょっと後で名前だけは聞かせてね。いや、でもちょっと渡辺会長のお名前出していいかね、どうだか分かんないけど。でももう17年経ってるんで。でもその人しか抑えられない。でもとにかく僕はもう本当に渡辺会長にはもうあの時の鶴の一声というか、やっぱり読売グループの主筆になられて、あの時の政治的権力とか、そう、男の生き様とか1日で全部感じて刺激受けましたね。かっこいいな。やっぱできる人って仕事は早いよね。即断即決ですね。そうだよね。大体ね、できない人ってね、ちょっと検討させていただきますとか、うん、なんかこうずっと保留になってる人って時間を置くんだよね。そういう人たちってね、大体ダメですね。そうだね。本当にすごい人は瞬時に決断しますね、うん、あれはもうびっくりしましたね、はい、だから本当感謝してます、はい。